そうではなく別な方法で危うく会社が乗っ取られそうになった話なんです。会社は中小企業で決して売り上げも芳しくもない。ただちょっと毛色が違うのが医療系だったのでセミナーなどを通じて全国の先生方とネットワークを作っていたんですね。セミナーなんて簡単に言いますが 相手は専門知識の塊の先生たちですから生半可なことではなかなか受講者も増やせない。そこで社長、どこからともなくそういうのが得意だという謎の人物を入社させた。色い々ろいろ企画もできるし、ネットにも強いし、行動力もある。社長はすっかりその人を気に入って何でも相談するようになりました。 やがて、その人のつてで、他に数人が入社してきました。今まで会社内になかった営業企画家みたいなのを作って、新しい情報発信みたいなことをやろうとか、ノリノリだった気がします。が、実はよく見ると、大したことはやっていないようです。みんな喋りは上手くて、セミナーが上手く、 説得力のある喋りができます。だから、できる人に見えました。そして、そんな人がまたまた何人か入社してきて、なんだか、社内が知らない人で、いっぱいになってきました。しばらくして、不穏な噂が出てきました。新しく入ってきた人たち、みんな一緒に帰ってんだよ。実は、 同じところに住んでるんだよ。あの新しく入った人、前にテレビで見たことある。えってことになって、いろいろ調べてみると、確かにみんな同じところに住んでいる。共同生活しているのです。さらに、テレビで見たという女性、某宗教団体のスポークスマンとしてテレビに出たことがある女性でした。 そこから一気に情報が出てきました。その某宗教団体は、とある事件を起こし、信者への殺人ということで、教祖が逮捕されていたのです。信者に独自の治療を施した挙句、死に至らしめていました。そして、もうじきその教祖が、刑務所から出所する時期だ。というのです。実は、 最近社長が突然大病を患い倒れて入院してしまいました。社内では、お産の社員たちの間で不穏な噂が流れました。奴ら、社長を泣き物にして会社を乗っ取り、その後出所してきた競争をそのまま社長に添えつけるつもりじゃ。そしたら、会社の顔を被った宗教団体になる。 そんなことになったら、セミナーを利用して全国の先生たちを洗脳し始めるかも。医療の現場を支配する気なのか。自分たちの信奉する独自の医療を日本全国へ。我々は入院中の社長に直談判しました。結果、社長は大なたを振るい、その怪しげな人材たちを一人残らず。 首にしたのでした。まだ老朽法があれこれめんどくさくない時代だからできた力技です。もしこれがなかったら我々の住む今の日本は少し違った世界になっていたかもしれませんね。